今の基準にちょっと味付けますか。ちょっと。ちょっと。え。まあ、曽根さん次第。曽根さん次第。曽根さん次第。なそのさじ加減で。歌うよさもついた。いいよ。僕はどこまでもついてる。伸びちゃいけないとこがあるんだよね。ここから向こうがついていけなくなるからやめてください。今日いろいろ振られて大変ですね。じゃあちょっとね、ちょっと。
怖い怖い。私が出らなくて。こっから始まったら、こうやって探しちゃった。ああ。どうしたの？その、あの、あれですよ、三角章？その、トントントンですよ。嬉しいな。うん。もうちょっと味がして、だんだんね、薄味でしたね。セカンドの方がやっぱりそのインテンポのイメージを引きずりすぎてて食いすぎるんですよ。でただあの遅れるよりははるかにいいんですけど、うん、のファーストをどんどん食っちゃってて、うん、あんまり思い出ないからおおおおおおおだんだんそうなるんだろうね。ここでこう来たかこうなるかっていうね、うん、こう行きたいのかっていうとか見えてくるとちょっとだいぶ対話になってくるからね、それがね。無視しちゃう。聞いてないで。いやいやいや、曽根さんが憎いとか。なんで？遠いか距離が。だからこの辺で嫌いな人いる人いるから。じゃあ徐々にまた。だからやっぱり縦の線が揃うと合わせやすいですよね。そうだね。うん、これが本来のところだっていうところから崩してからってやっぱね。ですよね。好き放題歌ってたからね。それはちょっと反省して良いところじゃないですか。誰が反省した？私。一番あの辺で歌ってました。そうそうそう。ビオラの見せ所があるからね。うん、ビオラの音はね、そうそう、今日初めて私、お恥ずかしいんですけど、よく聞こえました。あ、今まで結構転がったので。ここで入るのかって。ビオラね、そういいところで。結構いいところです。だから取っちゃうんですよ。綺麗ね、甘いんだよね、ちょうどね、美味しいよ。結構美味しいんだよ。だから気持ちよくなっちゃうんですよ。気持ちよくなっちゃう。